ペンペンオフィスチーム新町ドレス久しぶりだな。さあ、今日の新町チャンネル何ですか。そう、リアル散歩クッキング。マジか。まずは皆さんからご指摘があったテーブルの高さが上がりました。もうちょっと高くないんだね、本当は。でも上がったんだね。皆さんのコメントで書いてくれてたの、テーブルが低いから慎吾ちゃんやりづらそう、ちょっとやりやすい感じあるもん。で、今日は何。そう、エビチリだった。 Why? 3分でギリいけそうな感じのものがなくて、ここならって行き着いたのもエビチリっぽくない。もうさ、3分でインスタントラーメン食べようよ。ちょっと火もう入れようね。で、火入れて、油、これがもうエビですよね。お酒と生姜で揉み込みます。に片栗粉、それを中華鍋の中に入れます。そこでネギ、ニンニク、生姜を切りましょうと。油も引いていい。ここいいよね。これいつもどうしてる。これまだの感じ。じゃあいいや。なんなのそのルール。ここもう火に入ってたよね、エビが。その状態でネギたちを切ってそれも入れる。その時にこちらではタレというか豆板醤、水、鶏ガラスープ、お醤油、ケチャップ、これを合わせる。これをこちらに入れる。もうあとはこう味がつけばここに持って完成だ。でそうですよ。今までリアル3分クッキングで慎吾ちゃんは一度も失敗していないんです。私失敗しません。 OK? ちょっと待って、ちょっともうちょっと。ルール上許されている中華鍋への火入れ、なぜだかここだけは許されている。結構ね、リアル3分クッキングのこと時々考えるよ。あの時やりやすいようにあそこ用に包丁買おうかなとかちょっと考えるよ。よし、一回消して、ここいいね。いこう、よーいスタート。違った。やばい、かき混ぜたい、かき混ぜたい。一分経過。何か忘れてる。こんなだっけ。どうしよう。残り30秒。
10秒前。終了です。すごい煙くない？今日大丈夫？うん、ギリ生だわ。間に合ってない。つうか味も、何これ、エビチリじゃない。ちょっと火入れるわ。うん、美味しくなったけど、エビチリじゃないんだよ。なんでだろう、何かが足りない。でもうまくなったよ。でもまあうまいけど、初めての失敗だよ。失敗だよね。いや、失敗だって。初めての失敗だよ。残念なことにリアル3分クッキング初めての失敗となってしまいました。これでしんごちんはリアル3分クッキングを卒業します。もうリアル3分クッキングには会えないと思うととても寂しいです。リアル3分卒業です。ありがとうございました。ちょめちょめほーい。最初はちょめちょめ、あっち向いてほい。ピチリじゃないんだよ。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。最後はみんなでせーの、グッグバイ。